イソップ寓話ネズミたちの相談。ネズミたちはいつも猫のためにひどい目に遭わされていた。なんとかしようとネズミたちが集まって相談をし、その中の一匹が、猫が来たらすぐ分かって逃げられるよう猫の首に鈴をつけようと提案する。皆は名案だと喜んだが、では誰が猫に鈴をつけに行くのかっていう段になると、誰もその役を買って出る者はいなかった。教訓、いくら素晴らしい案でも実行できなければ絵に描いた餅であり無意味である。